杉田智和アジルスチャンネル。よし、いいぞ。呪術廻戦のついでにみんなアニメを見ろ。人間よ。こんにちは、杉田です。アジルスこと杉田智和です。いやあ、始まったな。おい、犬猫カフェに行かせろ。おい、犬僕カフェのプリンセスカフェはプリンセスカフェだったからちょっと行けなかったんだけど、フルバも行けなかったけど、まあ行きたかったよ。うん、犬猫カフェはギリ大丈夫だろうな。パッて行ってファミリーとあの女子供しかいなかった場合はさすがに考えるけどもね、うん、もっとなんか柔道部の部室みたいな雰囲気だったら心置きなく行けるんだけどな。最近ですね、着なかった色の服を買おうと思って、社員と洋服屋さんに行ったんですけども、そういえば最近赤い服買ってねえなと思って、赤い色、赤って難しいんだけど、実は意外と茶色と合わせるとかグレーと相性がいいとか、もう黒はもちろんそうだし青もそうだし、うん、いろんな色に対して差し色っていう形でね。でまあ緑川光さんの名言ですよ、黒と赤いいよねっていうね。自分でカラーリングを決めたあのサイバスターのフィギュアかなんかは赤黒になってたね、うん、それよ。なので赤い服を買いました。どこで着るかなと思って、多分、女子金ラジオかなんかで着るんじゃないかなっていやでも赤久しぶりに買ったけども、ね、もう組み合わせる作業は楽しいね、家でね、うん、いや2色あったのよ。もう一個がネイビーだがそれっぽい色と、で差し色のなんかロゴみたいなマークみたいな部分が赤で、もう一個が完全に真っ赤でロゴの部分が白いっていう。そう、いや普段だったら絶対赤選ばないからね。赤を選んだのはあのブレイブルーに出ていた時に、あのイベントとか結構ブルラジの登録とか、あとまあゲームショーとかのイベントでブレイブルーで人前に出ることが多かったので、ラグナザ・ブラッドエッジさんは赤、黒、銀色の頭なところかな、イメージカラー的に。で、赤がやっぱメインの色なので、うん。なのでね、赤い服をよく買ったな。ラグナのためだけに。で、赤い靴。今度持ってきます。うん。その時に気に入ったやつがあるので。そうだ、レザースニーカー特集やろう。さて、なんとですね、今日は告知ですよ。10月11日に、アジルススーパー生絞り、ストロングを行います。出演するのは、10月11日生まれの人です。まあ、ここに一人いますね。ここに。あ、出て。ここに一人いますけど、もう一人来ます。10月11日生まれの人がね。さあ、誰かな。ヒントは、年上かな。お楽しみに。見てね。チャンネル登録よろしくお願いします。